今日はなんだー。今日は、わかったさん、という本から、わかったさんのショートケーキに挑戦するぞ。全然わからん。わかったさんシリーズは学校の図書室で見かけたことがあるかもしれない児童書で、作は寺村輝夫、絵は長井郁子となっている。引き込まれるストーリーとお菓子のレシピが載っているのが特徴だ。ちなみについになる困ったさんシリーズは、洋食などを中心にした本だ。なるほど、わかった気がする。ちなみにレシピより柔らかい生地を目指すため、メレンゲにいろいろ混ぜていくやり方に変えて、レシピに従わないおっさん困ったさん。その困ったおっさんだが、今までスポンジやパンといったふわふわしたものは、成功したことがないから、一応、今まで以上に頑張って作ってはいるとのことだ。わかったさん。ダイソーの容器に入れてオーブンレンジで焼いていくぞ。いつものことだが正式レシピは児童書。わかったさんのお菓子鉢、わかったさんのショートケーキに書いてあります。宣伝してもこれ見て買う人いないだろう。いやいや、今週末、子供さんを連れて図書館に行って借りてこようかな。って人はいるかもしれないぞ。ちなみに作者の寺村輝夫先生は食に困った戦中の育ちで、人一倍の食への憧れからこういった本ができたとも言われてるんだ。先生は食いしん坊だったのか。どうだろうか、アンパンマンの柳瀬先生や鬼太郎の水木先生の話にも出てくるから、食へのこだわりは当時の人たち共通のものだったんじゃないかな。なんだかわからんけど深い話だぜ。そこら辺は別動画レトロ飯を見て感じてほしいかな。でも、あの動画、最近新しいの出てないよ。最後に生クリームを全体に塗っていきます。しゃもじで、おお、なんか調理っていうより、子供のいたずらを見てるみたいだ。否定しづらい映像だ。ひどい出来だ。ひどいと思うかはその人次第だな。ひどいと思います。あとは味にかけるしかないぜ。娘さんは大丈夫って言ってたし、息子くんはスポンジが前より改善されてると言ってたし、完食されたから結果として成功じゃないかな。納得しない、みんなも一緒に行くぜー。せーの、ビクトリー。それではよろしくお願いします。ある、よろしくお願いします。そういえば飛んできて登場するときあるよね。それは中華料理のときだけです。ある、完成場面のドラの音などや中国語の返事も中華料理のときだけです。ある、すごいな、徹底してる。ありがとうございます。ある、横道にそれちゃった。今日は何かな。今年も甲羅のリボン作りに失敗してスタートしたのは、豚肉の甲羅煮の調理です。ある、遊んでたんじゃないわけか。甲羅か、いろいろな調味料って出てくるけど甲羅で大丈夫なの。甲羅の原料はコカ、クエン酸、カフェイン、シュガー、水、ライムジュース、バニラ、キャラメル、香料、アルコール、オレンジオイル、レモン油、ナツメグオイル、コリアンダー、ネロリ、シナモンなどですから、調味料としておかしなものはないので、安心してほしいです。ある、コカだけ気になった。ご説明すると長くなるので詳細は省きますが、抽出された体に害のない合法的なものなのでご安心ください。ある、じゃあ、お弁当の中身紹介お願いします。承知しました。右下から小松菜とソーセージの炒め物、豚肉の甲羅煮、タモさん赤ピーマン、バター醤油コーン、改良型冷ややっこ、上の段、なんちゃって大学芋、最後ご飯の上に海苔玉。感想はどうだろうか。感想はお嫁さん、どうしていつも豆腐が入っているのかが不思議だ、とおっしゃっていました。ある、それはあれだね、娘さんがお豆腐大好きだからなんだな。今回はお弁当を右下からと呼ぶので写真も右斜め下にしてほしい、とのご要望をいただきました。ある、それはね、おっさんによるとデザイナーの時に、右上がりが見栄えが良く縁起がいい、って教えられてて、右下がりの映像には抵抗があるらしい。デザイン的にどうしても右下がりにしないといけない限りは、右上がりにしたいそうだ。視聴者さん、納得はできないと思いますが、ご理解いただければ幸いです。ある。おはようございます、フライパンさん。おはよう。いやあ、こんなにも早くフライパンさんとのタッグが再開されるなんて、嬉しいっす。どうも、そろそろ料理の紹介をお願いできるかな。うっす。じゃがりこで作るポテトサラダはお湯を 100ml 注いだら3分、さらに残りの硬い部分を混ぜ込めば完成。ね、簡単でしょ。昔はよく出てたおかずだね。そうなんすか、次の料理は何かな。
それじゃお弁当の中身紹介お願いします。任せてください。右下から野菜とミンチの味噌炒め、じゃがりこポテトサラダ、ゆで卵、プチトマト、ナポリタン冷凍、今川焼きもしくは大判焼きはたまた回転焼き冷凍、最後に日の丸。なんか初期の弁当にも戻った感じがする。まあまあ感想にかけましょう。娘さんからの感想で、最初は今川焼きが何なのかわからなかったからすごく怪しいんだとのことした。うん、まあ正常な反応だと思います。さあさ、今日はなんだぜ。今日捌く魚は黒ムツ。ムツか、たまに聞くがどんな魚だぜ。ムツ、由来は無水、つまり油っぽいの意味から来てる。大きなものは高級魚だが、小さいものは安いく惣菜魚として扱われる。最近ムツと黒ムツは別のものであると分かったが、見分けは難しいらしい。ちなみにノドグロを赤ムツと呼ぶことがあるが、ノドグロはムツに属する魚ではない。フライパンの気合の尺稼ぎでなんとかもたもたと捌くシーンは終わって、次のシーンだぜ。あ、もたもたになった理由として黒ムツの身が柔らかかったと、おっさんは言い訳してた。おお、歯ごたえのあるタイとは違って、ふわふわ系の身だったんだな。今日はソテーだが、やはり煮魚に向いていると言われるだけあるな。次はきんぴらごぼうです。魚で尺も稼いだから、ごぼうも頼むぜ。精がつく料理だから。剛力で知られる金太郎の息子、金ピラ、にあやかったってだけしか、言うことないんだが。じゃあ諦めて、料理動画らしく料理の解説をするぜ。調味料は大さじ1以内の目分量で、自分の好きな分量を探すのをおすすめするぜ。煮詰めて味が濃くなるから調味料は少なめにすることが大切だぜ。よし、お弁当の中を紹介するぜ。お願いします。右下からレタス、黒ムツのソテー、だし巻き卵、冷凍、ドラゴンフルーツ、きんぴらごぼう、上の段ソーセージ、最後は焼き明太のおにぎりなどだぜ。感想はもらえたかな？感想は息子くんで、だし巻き卵がいつもと違って美味しかったそうだ。お。おう。今日はちょっと違う厚焼き卵。新たな工夫か。カメラの位置を変えてます。あ、そう。そして今回は卵液に片栗粉を入れています。あ、昔視聴者さんの助言にあったやつだ。そう、そしてボーリゾットさんからも助言をもらった方法。そんなに多くの人から支えられて。しかしカメラがとても邪魔で過去最高の巻きづらさ。本当だ、フライパンがだんだん斜めになっていってる。おっさんの汚い手ばかり見えてすいません。確かに手ばかり見えて、先ほど前足を手と表現してしまいました。改めてお詫び申し上げます。ついにフライパンが90度回転してしまった。できてないけどできたみたいね。それじゃお弁当の中身紹介お願いします。下の器にご飯とちくわの磯辺揚げ冷凍、右上カレースープ、左上の器カメラの位置を公開した厚焼き卵、プチトマト、ブロッコリースプラウト、最後にお嫁さんが作ったミニハンバーグ。手強いライバルがいるが、結果はどうだったかな。娘さんお嫁さんともにスープカレーが好評でした。調理シーンなかったんだけど。まあまあ、せーの、ビクトリー。はい、それではここからはおまけコーナー。コメントにお答えしたりしていくんだぜ。まずはおっさん宛てのコメントから。頼むぜ霊夢。あいあいマム、おっさん最初から地道に見てやっと追いついたよう褒めてー。すごい、動画に関しては自分より詳しいと思います。おっさん卵焼き作るの上手くなっちゃった、下手に戻りたよ。回答欄スペース。おっさん、俺みたいなヘタレでも就活うまくいくかな。必ずうまくいきます。最近ようつべ版見てるんだけど収益上がった。おっさん、初弁護士案件になったよ。ドラマや映画じゃあっさり解決するけど実際は違うね。法廷に場面が行った時点でもつれてますので、心身に無理のないようお願いします。以上、おっさん宛てで他にもコメントいただいています。うん、一つ目、あるある言ってる子が電話番務まるのか？わら、キャラ付けのために言っているだけだから、普段はあるあるは言わないから安心してほしいぜ。次のコメント、おっさん、ピザガマ動画の公開日間違ってる。うん、間違ってたぜ。正しくは11月22日だぜ。最後ね、チャイと聞くと KOF しか、ちょいは知ってるが、チャイは知らないなぁ。何の話？さあさあ、
それよりいただいたイラストを紹介しようぜ。ああ、そうだった。なんと今週もイラストをいただいちゃいました。世界の果てに愛をありがとなんだぜ。絵師はトグロカンさん、はじめまして。家族にお弁当を作ってた時を思い返しながら、いつも動画楽しく拝見させていただいてます。イラストは、二人が好きなので、トヨちゃんとフライパンを描きました。これからも動画投稿楽しみにしています。最初はこの4人しかいなかったからな。懐かしい感じもするぜ。ちなみに私とまな板とフライパンは話すスピードが同じに設定されてるわよ。それは知らなかったぜ。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメント書き込みやマイリス、チャンネル登録での応援サンクスだぜ。タグ、ツイート、商品登録、宣伝、ツイートの一手間にも感謝。本当に感謝してもしきれないぜ。それじゃあ皆さん、いってらっしゃーい。だぜ。